5000年の夢が今鰹節のふりかけついた。キャラットふりかけプラス新発売。にゃんといえばキャラット。そしてその日、悪の力と戦うために男たちは一つになった。変わらなきゃも変わらなきゃが、日本のワゴンを変えるステージアのバックドアオートクロージャー。じゃあ閉めてみましょう。閉まったね。6気筒 L クラスワゴン日産ステージア誕生。変わらなきゃも変わらなきゃが、日本のワゴンを変えるステージアのこの小さなレバーが世界初。いいですか、いいですか、便利ですね。6気筒 L クラスワゴン日産ステージア誕生。5回の裏、1点を追いかけるオリックス、下位打線8番の馬場から始まります。この馬場が先ほどは思い切った左中間のツーベース。馬場さん。はいはい、梅田さん。その馬場がね、まあ、試合前今日あんまり選手口を開かなかったんですが、はいはい、この馬場だけがね、一言言いました、今日で決めるよ。その一言は印象的でしたね。そうですか、何かそういう気迫をさっきのツーベースに感じましたけどね。ボール2になっています。あ、村田がまた今ボールが当たりましたかね。またあの負傷していた右手に矢沢さん当たったんだとすれば心配ですね。ここまで先発の宮本、そしてこの木田をリードしてきたフォークボールですか、キャッチャーの村田ですが、あ、ショートバウンドしたボールが当たったようですね。ちょうどこう人差し指ですかね、親指と人差し指の間にこう当たってますね、これ辻さん、一度痛めてるところにまた当たるとこれきついでしょうね。当然痛いでしょうね、果たして村田がこのままマスクをかぶり続けることができるかどうか。山倉コーチが電話で今ブルペンの方に井上選手も呼びに行っているんですが、あるいはこれキャッチャーの交代があるかもしれません。馬場さん。はいはい、長坂さん。私もちょうどダグアウトの裏にいるんですけれどもね、ちょっと厳しそうですね。そうですか、監督も今すぐに駆け寄ってきましてね、呼び寄せました。村田ではなくて吉原が出てきました ね、 吉原の方ですかね。そうですね、杉山ではなくて吉原ですね。こうなりますと矢沢さん、ちょっと吉原はこれ投球を受けている間だけかもしれませんが、まあ、杉山じゃないですか。杉山でしょうね、はい、ああ、キャッチャー杉山がコールされました。これ矢沢さん、ジャイアンツにとってはちょっと辛いですね。ね、非常にね、まあ、怪我をして出てきてね、はい、その投手が非常にチームのムードをね、はい、こう序盤明るくしましたよね。先制タイムリー打ちましたしね、いいムードにしましたんでね、まあ、しかしここはね、村田のそういう勢いを買って杉山をね、頑張るしかないですよ。そうですね、背番号22杉山直樹がマスクをかぶります。まあ、本当に矢沢さんおっしゃるように西本さん、ここはもう村田新一の息を買ってですね、控えのこの杉山、あるいは他の選手がこのままのリードを保たなきゃいけないわけですよね。そうですね、まあ、しかし、シーズン後半ね、ほとんど村田で通してきてですね、まあ、逆転劇やったんですから、こうして見てるとですね、村田が受けてる時になんかチーム全体の落ち着きといいますかね、そういうものを感じるんですよね、はい、それがまあこうして変わってしまわなきゃななんていうのは非常に痛いでしょうね、村田がまた痛めていた右手の人差し指に投球をショートバウンドを受けましてマスクを脱ぎました。代わって杉山です。さあ打席に入り直しました馬場、ボールカウントはボール2です。ボール3になりました。ストレートが外れています。その前はフォークボール。アウトコースいっぱい、ストライクです。
ババさん、はい、長坂さん、情報入ってきました。はいはい、お願いします。当たったのはですね、手首の内側ということで、前回痛めていたの親指ではないそうなんですが、やはりちょっとね、しびれるような響くような形で、自分の方からあのダメだというようなサインも出したみたいです。あ、そうですか。まあ、第一戦で痛めた後、ずっとも氷で冷やしながらの、なんとか残りの試合出たいという村田ですかね。これ詰まりました。馬場サードが出ます。西、馬場はサードフライに倒れました。ワンアウトです。ワンアウトでバッターはラストバッターのキャッチャーの高田。まあ、この高田ももともとジャイアンツの選手で、村田がいるんでなかなかこうね、正捕手の座というのはなかったんですが、今シーズンオリックスに来て、後半戦のスタメンマスクが非常に増えています。オリックス5年目。まあ、先ほど矢澤さんはこの今打席の高田のね、このサインですね、組み立てを褒めてらっしゃいましたがね、非常にあのこう中島と、まあ、はい、中島を批判するわけじゃないんですけどね、非常にこのバラエティというか、その相手の打者をですね、はい、非常にこの弱点と長所をですね鑑みて、非常にこの的確なリードをね、ここまでやってますよね。うまいバッティングですが切れそうです。ファウル。まあ、タオさんはちょっとあのこの高田捕手はね、はい、同じコースを結構しつこくつくんで、あのシーズン中は、ね、そういうケースがありましたけどね、まあ、そうですね、このシリーズは本当に配球をしていると思います、はい。さあ、2-2です。マウンド上の木田が杉山のサイン、一旦首を振って投げました。ストレートです。ファウル。まあ、昨日のゲームでガルベスが随分序盤キャッチャーの杉山のサインに首を振るシーンが西本さんだいぶありましたけどね。そうですね、バッテリーのこの呼吸の合う合わないというのは、ね、かなりピッチャーの苛立ちというかね、はい、そういうものを誘うでしょうね。引っ張ってファールです。この日本シリーズで第2戦で途中から中継ぎで出て素晴らしいピッチングを見せました木田。フォークボールです。空振り三振、高田2アウトです。さあ、そして1番の田口に戻ります。辻さん、はい、まあ、シーズン中と見てですね、今日の木田のストレート、それから今のフォークボール、いかがご覧になりますか。さすがに成長した後って、まあ、僕が言うのはおかしいんですけども、やはり先ほど一つ前でもノースリーからでもね、はい、やはり打ち取れるだけのコントロールを持ってますんで、フォークも低めに来てて本当にいい球を放ってると思います、うん、はい。今シーズンは以前のようにやたらフォアボールを出したり、つまらないところの一発というのは随分減りましたよね。そうですね、本当にコントロールがいいですよね、はい。田口思い切り詰まって、これはファールです。まあ、西本さん、フォークのコントロールもいいし、まっすぐもかなり来てますね。そうですね、シーズン中もね、はい、私は木田のピッチング見ててね、ここでこのピッチャー変えてしまうかなというね、そういうケースもたびたび見ましたよね。ですからもう少しこのピッチャーに信頼感持っても、そして勝負挑みに行くというかね、はい、そういうことがあってもいいように思ったですけどね。速い球、ボールです。馬場さん、はいはい、先発の宮本のコメントです。はい、お願いします。今日は本当に調子、それとコンディションも良かったというふうに話してました、で本心ではもう少し投げたかったんだけれども、今日のゲームは大事なゲーム、はい、自分の仕事を果たすだけです。今日は絶対に勝たなければいけないゲームですと語ってくれました。西がグラブの先ですくい上げました。
5回の裏オリックスブルーウェーブ三者凡退です。マイティナティスジャパンスリーゲーム4あれオルティアちゃん Mais qu'est-ce que je suis pour toi? やっぱいいな。スポーツユーティリティワゴンホンダオルティア。本当は運転席が一番楽しい。ホンダアコード、ホンダクリオから。グリーンスタジアム神戸は5回終わりましたが、先発は豊田と宮本で始まりました。そして2回の表にジャイアンツがこの豊田に対してランナーを置いて前進守備の 1,2 塁間、故障をして出場の村田が見事にタイムリーヒットを打ちまして、まず1点。そして3塁にランナーを置いてラストバッター河合、レフトへの犠牲フライ、これで2点をもぎ取ります。これで豊田はマウンドを降りて2人目が金田であります。これに対して3回の裏ブルーウェーブは先発宮本に対してこの大島のレフト前ヒット、クロスプレーになりましたが馬場が生還して1点を返しました。この後は金田と木田が投げ合って5回を終わっています。マイティナティスジャパンスリーゲーム4のように、例えばかかりつけの医者のように、コンサルティングから始めます。ソニー生命。こんな症状ありますか？昼食べたもんでまだ胃がもたれて。それ胃酸の出過ぎで胃が荒れてるのかもね。胃酸の出過ぎに緑の胃薬サクロン、ヒューマンヘルスケアのエーザイ。こんな症状ありますか？朝歯を磨くとき気持ち悪くなるんです。それ荒れた胃を胃酸が刺激してるのかも。胃酸の出過ぎに緑の胃薬サクロン、いただきます。ヒューマンヘルスケアのエーザイ。それはとてつもない高級車、ニューチェイサー The Strong。 世界の頂点に迫る圧倒的加速性能、The Strong New Chaser。 強い高級車に乗ろう、セダンイノベーション。守備についた一郎、今日はセンター前ヒットとフォアボール。さあ6回の表のジャイアンツのこれから攻撃を迎えます。松井の方も今日はセンター前にヒット1本、そしてフォアボールとセカンドゴロです。西本さん、なんだかんだとピンチになりながら 3,4,5 とこの金田がゼロに抑えてますね。そうなんですね、ですから今試合から受ける感じではね、はい、巨人がリードしているように思えないんですよね。そうなんですね、なんかタイみたいなね、はい、そんな感じですよね。金田もなんか、うん、ここのところ落ち着いてきたような感じですね、はい。まあ、両チームともに今シーズンは1点差は勝ち越しておりますけれども、オリックスの6割4分7厘というのは、これは目立った数字です。さあ6回の表はジャイアンツ、左バッターボックス大森から7番8番9番という下位打線であります。この大森はライトへのツーベースと、そしてフォアボール、2打席ともに出塁しています。インコースボール、今日のブルーウェーブは豊田の先発、そして2人目が現在マウンドの金田、一方のジャイアンツはサウスポー宮本の先発、
今は2人目の木田が投げています。ボール2になっています。まあ、この回で4イニング目になります。マウンド上の金田ですが、ボール3。どうでしょうね、下さん、この回あたりを0点に抑えれば、まあ、お役御免と言いましょうか、よくやったなという感じでしょうね、この金田は。また、違うピッチャーでね、後のイニングを賄えるという、そういう計算はできますよね。この回はジャイアンツの下位打線ですが、この回を抑えれば7回は上位打線からはまた違ったピッチャーが登板するのではないかと思います。ワンスリー詰まってファウル。田尾さん、まあ、第1戦とはスコアが違いますが、なんか同じようなこう感じで推移してきてますよね。そうですね。でやっぱり1戦と違うのはもう3敗してるということですよね。そうですね。ですから非常に気持ちの面で重い中でね、ジャイアンツはやってると思うんですよ、はい。長谷川と小林が投球練習をまた始めています。すでに1回作っています。先ほどは伊藤と平井もやっていました。 2-3 フルカウント、大森打っていった、大きい、一郎美濃見送りました。6回の表に飛び出しました大森のホームラン、シリーズ2本目。ゆっくりと今三塁キャンバスを回ります。大森日本シリーズ第2号、今ホームイン、3対1です。この回を抑えればと言っていた金田ですが、西本さん、この一発は大きいですね。大きいですね。大きいし、見事な当たりだったですね。マシンでしたね。まあ、2本目、1本目も素晴らしいツーランだったですけどね。はいはい、あ、第1号ね。だけどもこれもものすごいいい当たりだったですね。そうですね、矢沢さん、ライトの一郎は一歩も動きませんでした ね、はい、ね、もう弾丸ライナーですよ。弾丸ですよね、さあ、さらに今の球種はね、はい、まっすぐですかね。いや、やはり得意なコースは飛びますね。田尾さん、驚きましたね。このしかし1点っていうのは非常に勇気づけられる1点ですよね、ジャイアンツにとってはね、はい。非常に、その前の球がね、インサイドで同じように速い球が来てですね、はい、ややボール気味の球をファウルしました、あれで俺は遅れてるなという、そういう感触で次バット出したんと言っていますかね。金田がマウンドを降ります。左バッターの大森にソロホームランを浴びて、場内コールは背番号22小林です。オリックス3人目小林がマウンドに向かいます。点差は2点です。マイティナイティシックスジャパンスリーゲーム4。走り続けるあなたが好きって、嬉しいような辛いような、走り方に人生出ちゃうんだよね。さあ走っちゃおうかな。それはセダンという生き方、新しいクレスタ誕生、セダンイノベーション。打てば響く、打てば響く。私たち日興証券はお客様とそうありたいのです。なるほど、私の日興証券。この低金利時代、コツコツ貯めても物足りない、大振り狙いじゃ心配だ。そこで増やす作戦、日興証券のフレックス。まずフリーダイヤル日興証券。しずりゆき、人肌恋し感上がり。泣かないで、いつも愛して。冬のあるこの国には寒さを楽しむ酒がある。寒上がり、暖の酒、白鶴です。ジャイアンツは村田のタイムリー、そして河合の犠牲フライ、オリックスは大島のタイムリー、ジャイアンツ6回の表大森のソロホームラン、3対1。オリックスのマウンド3人目小林であります。
まあ西本さん、この下位打線ジャイアンツ、この回をしのげば7回の表あたりから平井の投入があるんじゃないかとね、そうですね、密かに思っていたんですがね、青写真としては小林が掴んでピッチャーゴロ、杉山倒れてワンアウトです。巨人の側から言えばね、この、たくさんいる中継ぎピッチャーの中でね、はい、一番このシリーズまだ調子が出てないと思えるのは小林なんですよね。そうですね。ですからここでその巨人はどうしてもね、追加点取れるようなそういうチャンスを作りたいですよね、はい。まあ、この小林が落合に対してフォアボールを2つ与えました。やはり田尾さん、小林が一番こう力を発揮してないって感じありますよね、はい、一番点を取れるような、ボールですよね、ジャイアンツにしてはね、ジャイアンツからすると、はい。そして今日はレフトへ犠牲フライ、打点1を挙げているベテランの河合がバッターボックスです。三塁線ファウル、ジャイアンツが2点を先行して、オリックスが1点を返して、あとはじわじわと非常に何か緊張した中にも両チームともが苛立つような展開で1点差で推移してきて、6回の表大森のバットからホームランが生まれました。3対1、ジャイアンツ点差を2点へと広げて、センター返しです。河合センター前ヒット、ワンアウトランナー一塁、そして1番の西に戻ります。今のは辻さん、はい、もうセンター返しっていう完全に心がけたバッティングだったでしょうね。そうですね、コースは良かったですね今、はい。決して西本さんこう大きく振り抜かないでですね、そうですね、小林取れませんで、センター前ワンアウトランナー一塁で、バッターは1番の西。今日はまだ西はヒットが生まれていません。この後は途中から2番には元木が入っています。そして3番松井、4番落合、5番がマック、また牽制球を送ります。河合がサインを送ります。河合今シーズン盗塁は5つ、走るモーションだけショートへ、併殺取れるか、 6-4 と渡って1塁はセーフです。西はショートゴロに倒れました。ランナー入れ替わり、2アウトランナーが1塁です。そしてバッターは元木です。大輔元木、途中から2番に入っているセカンドの元木、今日のジャイアンツのスターティングメンバーはセカンドは左バッターの福王でした。まだこの元木から、はい、ほかほかの大森のホームランの談話が入ってきました。はい、はい、お願いします。打ったのはストレート、前回のドームのホームランは力んでて力任せの感があったそうなんですが、はい、今回のは力を抜いて軽く振った感じだったと。あで 1,2 打席出塁していたので、3打席目は打席に余裕がありましたと、ということで、今日の試合前に長嶋監督がですね、はい、試合前に大森がこの試合で打てばいい形になるんだけどなと言ってたんですよ。あでそれを受けてだから打ちましたという、はい、コメントでした。あ長嶋監督の予言が今日は当たりましたね。まあ、ほかほかの大森選手の今ホームラン談話だったんですが、場内の気温はそうですね、もう20度を切ってかなり冷え込んでまいりましたが、しかし3万3000の大観衆、先発の宮本と大森が何やら談笑しておりますが、まあ、西本さん、宮本も納得の降板でしょうね、こういう表情ですからね。そうですね、はい、まあ勝負賞変わったには変わったけれども、はい、試合のシーンがね、こういうふうに巨人の方へ傾いてきてですね、はい、まあ、宮本自身も満足ですよ。まあこれで勝ってくれればね、そうですね、ファーストランナーの西、盗塁を17決めています。盗塁成功率が7割7分3厘。ここはもう矢沢さん走ってもいいケースですよね。まあいいんですけどね、ただまあ、1点大森ホームラン打ってね取った、はい、その後ね西が今初球のスライダー手を出したんですよね、はい、
で川井がファーストランナーにいる西がバッター、何かこうね細工ができるエンドランでもやるかと思いましたがね、そうなんですよ。だからその辺ねやはりこう若いなという感じしますね、はい、そうですね、まあダブルプレーにこそなりませんでしたが、ショートゴロに倒れたその西がここで盗塁を決めますかどうか。初球小林のスライダーに空振り、バッターの元木また牽制球、この辺りは必要に一塁ランナーの西を牽制しておりますピッチャーの小林。まだ日本シリーズヒットは出ていません、バッターボックスの元木。さあ西スタートを切るか、2球目アウトコースストレート外れています、ワンストライクワンボール。この後は3番の松井、バットを肩に担いでヘルメットをかぶって3番の松井が待っています。ピッチャー小林、さあ西がまたリードを取ります。走るか、打っていったファウル。今の矢沢さん、おっつけるような気持ちでしょうかね。いや、そうですね、今のね、はい、思いっきりがないですね。うーん、ツーアウトランナー一塁っていうのはもう本当プレッシャーなくね、思い切って振れる打席なんですけどね、はいはい、変にこう細工しすぎだよね、2ストライク1ボールツーアウトランナー一塁、大森のソロホームランで1点を追加、3対1、点差を2点と広げているジャイアンツ。主砲落合と長嶋監督、非常にこの日本シリーズゲーム中静かな長嶋監督です。次のバッターは松井、また牽制球を送ります。盛んに俊足の西を牽制しています。去年の日本シリーズでオマリーとの対決、14球で全国区になりました小林、スライダー外れています。ルートゥー老人バックに手をやって一旦息を大きくつきました、マウンド上の小林。まあこのカウントだと走るんじゃないですか。はい、元木大輔、キャッチャーはアウトコースに構えています。変化球空振りです、スライダー、西一塁に残塁です。ジャイアンツしかし6回の表、大森のソロホームランが生まれて3対1。オリックスこの後の攻撃はイチローが登場します。マイティナイティスジャパンスリー